今南海トラフの発生確率が上がってるとか警戒してる状況で、イベントとか、交通機関とか止まったりとか自粛ムードの話が聞こえてくるんだけれども、地震っていうのはそもそも昼だろうが夜だろうが、冬だろうが夏だろうがいつでも発生するものじゃんね。であれば、これから先も起きる、いつ起きるかわからないってあれば、南海トラフが来ようが来まいが、来た後であろうがいつであろうが、イベントごととか経済活動できなくなるなって、そういうふうにしないと筋が取らねえよなって、話の筋がね取らないよなって思ったのね。で、本来であれば備えるっていうことは、イベントをする前に段階であれば、段階とかイベントをするんであれば、避難経路の確認、それを誘導する人員で、その時に、避難場所をちゃんとね、確保して、その、例えば高台を作っておくとか、まあ、やってるらしいけれども、で、あとは、の水とか食べ物とか、そういうものを備えた上で、確認した上で、イベントを開催するっていうのが、これが対策だと思うんだよね。なんだけれども、今、自粛してしまってやめてしまおうとか、電車を止めてしまおうとか、そういうことの動きが見えてきてる。そうすると、今を生きる人たち その楽しむとか稼ぐとか、その思い出、子供たちの思い出とか、そういうものの機会、チャンスが奪われてしまうなと。で、これをやってしまえば、いつ何時起こるかわからない地震に怯えてやってしまえば、これから先もその発生リスクってのはあるわけじゃん。東日本ところだってまた起きるかもしれないじゃん。阪神淡路だってまだ起きるかもしれないじゃん。であれば、全部のことができなくなってしまうと、全てをやめなければいけないという方向に俺行ってしまうんじゃないかなって。ていうか、そうしないとおかしいじゃんってね。確かに南海トラフは大きいから、特別警戒する、それに対して備えるっていうのは分かるんだけれどもね、そういう対策、さっき喋った対策ね、避難経路確認、人員配置、水、食料とか、そういうものね、それを整えてやるっていう方向に行くのが本来の対策だと思うんだけども、実際のところは、で、今もう26ヶ月連続実質賃金が下がってて、消費も落ち込んで経済も落ち込んだというのはデータで分かってきて、で、そうすると、その備蓄するもの、建てるもの、作るもの、人にしろお金はかかるわけじゃん。そのお金のかかるコストを考えると、イベントそのものをやめてしまった方がいいんじゃねえかってなるのはわかるのね。俺もどっちかというとイベント開催する側だったり、商売する側だから、そういうのはわかるのね。このだけ手間かかるんだったらもうよくねってね、のわかるのさ。だけれども、やっぱそういうふうな子供たち、未来の人たちね、今の若い人たちの機会、チャンスを奪うまでやる必要あるのかなってね。だから、そういう儲からないところには、やっぱり儲かるとこは民間勝手にやればいいから、儲からないところ、そういう備えに対しては行政が税金いっぱい取ってるんだから、やればいいじゃんと思うんだよね。で、ここはあれば今切って、ね、切り替えていくと、地震が過去に東日本とか阪神淡路とか能登半島とか、最近だったらね、いっぱいあって、怖い思い、不安な思いしたりとか、ね、被災しなかった幸運な人でも、被災した人大変だなってね、心配する気持ち、ね、それはあるのはあるのさ。思い出としても残ってる、俺もあの時すごい大変だったなって、東日本の時なって思うんだけれども、ね、過去のあったことが未来にもまた起きるとは限らないわけじゃん。いつかは起きるんだけど、結局ね、地球のサイクルで見ていけばね。だけど、いつ来るかわからないものに今怯えてしまって、今やるべきことをやれないっていうのはもったいないことだなってね。最近見てるあのブッダの動画とかね、教えとかね、あのその説いたブッダの説法っていうのかなっていうと、今生きてるのは今であって、過去でも未来でもないんだ、今なんだ、この今に集中することが大事なんだと。確かにそうだなと。俺の人生でも、今この動画では詳しく喋らないけれども、俺うつ病やったのね、10年ぐらい前にね。本当に苦しくてさ、大変だったんだけれども、そのうつ病になった時の原因となった事象がまた起きると、やっぱ動けなくなるっていうか、思考が鈍くなるっていうのはあるのさ。だ、それ多分また同じあの苦しみ、地獄を味わうんじゃないかっていう過去の経験を
反芻してしまって動けなくなる、今動けなくなる、寝込んでしまうっていうのがあったのさ。まあ今もあるよ今もあるけども、で今度は未来にまたそれがあるんじゃないかっていうので一歩踏み出せないっていうのもある。でそのブッダの説法を聞いた時に、ね、過去は過去、未来は未来で、今は今だから今を集中しろっていうのが、ああそうかってね、まあすごい喋ってくれた人もいたんだけども、今10年経ってだいぶね落ち着いて、心的にも体的にも楽になってきたから、改めてそう聞くと、あその通りだなと、ブッダの言う通りだなとね、で思っていくと、地震も同じで、過去に東日本があった、阪神淡路があったと、ね、その時大変だったけれども、それがこれから起きるか起きないか、いつ起きるかなんてわからない、いつかは起きるけれども、いつ起きるかわからないものに怯えて今をおろそかにする、今やるべきこと、目の前の仕事だったり勉強だったり努力だったり、そういうものをおろそかにしてしまうようなことがあってはもったいないよな、ならないよなって。未来にそういうことがあるとはほぼ確定、いつだかわからないけども、それに備える、ね、水を備蓄する、食べ物を備蓄する、ね、そういうものはやるのはやる当然だけれども、そのために今やれることをやらない、自粛しちゃうっていうのは俺もったいないなって思うのね。だからコロナの時みたいに、まあ、あの時も今で言えば、まあ、ただの風邪の分類に入れてしまえるのぐらい弱毒化したのかもしれないけども、あの時は未知のものだったから警戒して自粛するっていうのは俺は分かるのね、理解できるんだけども、この地震に関しては古来から日本人も、ね、世界の人も経験してきたものであって、これから先も経験していくものだから、これに対して備える動きと自粛する動きっていうのは分けて考えなきゃいけないなってのを、ニュースを見て、まあテレビでも見て、ネットの方でも見て、いろんな人の考えとかも見て聞いて考えて、俺も考えて思いましたと。で皆さんはどう思うのかなと。俺は本当にうつ病のおかげで、まあ、俺悪くねえと思うんだけど、俺が悪かったとすれば我慢しすぎたことなんだけども、そのおかげで10年間、まあ、5年間は何もできなかった、何もできないって言うかしちゃダメなんだけども、その後の5年間は死ぬものぐらいでいろいろやった、本当にボロボロなりながら、今もボロボロなんだけども、ね、やってきて、その10年間無駄だったかっていうとそうではないけども、あの苦しさな、まあ、まあいいんだけども、ね、そういう過去もあるけれども、これから先もそうだとは限らないわけだから、今その時にやれる努力をしてさ、イベントも開いて、ね、その上で準備をした上でイベントを開くっていう方向にシフトしたいなって思うんだよね。で政府はいっぱい税金取ってるんだから、国民負担率 50% 弱なんでしょ。なんであれば儲からないそういう備蓄的なこととか備えはガンガンやったらいいんじゃないんですか、そのために皆さん負担してるんだよねってね、まあ、国債発行してでもやれよっていうぐらいなんだけども、思うんだけどもっていうとこまで喋って、今回は終わりにしたいと思います。とりあえず過去と未来はとりあえず置いといて、今やれること備蓄備えをしながら、今やれる努力、仕事勉強なんか運動の努力でも何でもいいんだけども、そういうことを止めないで生活していく方がいいんじゃないかなって俺は思ったっていうところで終わりにしたいと思います。皆さんはどう思いましたかというのも聞きたいなと思うんで、コメント欄にでも書いてもらえればいいなと思います。